3DCG で描画したアジヨシ・双子山古墳アジヨシ、双子山古墳は愛知県カ須貝市双子町にある古墳、アジヨシ古墳群の一つ。前方部主軸を北西30度に向けた前方公園墳で、墳球は全長96メートルの二段構築となっており、北東側に作り出の存在が確認されているほか、墳球を取り囲む縦型の集合を持つ。 同古墳には隣接して、アジヨシ白山神社古墳と、オタビショ古墳があり、500メートルほど北西にある、アジヨシ春日山古墳などと共に、アジヨシ古墳群を形成している。なお、主体部は不明だが、口述する複数の調査から、築造時期は6世紀初頭とみられている。明治末期に大規模な洞窟があったほか、東カスガイ軍編参のために墳長部の、 発掘調査が行われたとの記録がある。1935年の調査記録では、公園部に直径4から5メートルのくぼみが確認されているが、詳細は不明。翌1936年国の史跡に指定された。1967年には、航空自衛隊の練習機が集合内に墜落し、公園部から首レブにかけて機体の破片が散乱した。 この事故に伴う復旧工事で誤って作り出の一部が取り壊された際に、継承派には及び遠筒派には変が出土しており、一部は春日ガ市教育委員会が収蔵している。なお、この事故以前には集合には水が溜まっていたが、復旧工事の際に集合テーブルをさらったところ水が溜まらなくなってしまった。ただし、築造当初から水が溜まるように作られていたのかについては、 判明していない。1991年以降、双子山公園の整備に伴う古墳周辺の発掘調査が複数回行われており、多数の出土品があった。公園内には出土品を展示する施設、埴輪の館が置かれ、毎年10月には市が主催する埴輪祭りが開催される。史跡公園整備に伴う発掘調査により、集合の外側に、 幅3.5メートル、深さ0.6メートル程度の溝が検出された。ここからも、各種の継承葉庭や、円筒葉庭、水木などが出土している。土の分析の結果、これらの葉庭は、道古墳から8キロメートルほど離れた、同じく、春日市の東山町にある、下原雇用跡群で作られたと推定されている。なお、道古墳出土品の一部は、 埴輪の館で展示されているほか、一部は、春日が市立中央公民館の民族、広古展示室にもある。ありがとうございます。